急にミキサーの日野ちゃんが香港の何お金にレートに関心持ち始めて、はい、僕も香港現金ミキサーになりたいって15円か16円の間ですね。僕もじゃあ香港現金パーソナリティになりたいなさあそれでは今日はこの男はどこ行ってんでしょうか。読んでみましょう。香港現金表回り川野音谷ちやーん。香港全然関係ないですよ僕は。こんにちは。どうもこんにちは。カノでございます。どうしたの？いや今日なんだかあれですよ。うん、今街角に立たされてるんですよ。今日だけどさ、もっと寒くなると思ったら20度軽く超えてんだね。いやもうちょっとですね。ね日向行ったら大変でしょ。日向も大変でしょ。お店の中も間違って暖房つけてるところがありますから。結構厚着してきちゃったよ。そうなんですよ。白井さんがだってもう昨日ぐらいの予報言ってたからね。だから私今日途中で寄ったところ。に上着を忘れてきちゃったの。あ、もう暑くて脱いでですか。バカみたいにね、またボロのね、なんか汚いあの半袖のねもの着てて。それより川野ちゃん、はい、先週ねスタジオにいてくれたらね、はい、ロッテの選手が、ああ、ね。そうだよ。2回もお見えになったのに。あれですよ。そのスタジオ行けなかったんですけど、うん、あの日曜日の千田さんの番組に今僕ロッテのことについて喋らせていただいてるんですけど、あ、そうなの。そこにメールがあの、うん、来てですね。あのショックとかって題名で、うんうん、あの僕のこと知ってるって小林正秀と渡辺俊介に聞いたら、うん、2日連続で顔を見れば分かると思いますけどっていう自分が釣れない返事。そうだよ。で、なんだかね。なんでそれ顔写真ぐらい用意しとけっつうの。ああ、そうだよね。だって今ね、あのどこにもほら出演者の顔写真も貼ってない会社でしょ。ああ、そうだね。すぐになんか持ってくれる写真ないですよね。放送局としてどうだろうっていう感じのとこがあるからね。それだって誰のプラスにもならないコメントでじゃないですかそれ。俺まああれですよ。何もう何乗ってばやめんの。でもほらスタジアムには報道陣がたくさん詰めかけてますからね。いやそうですよ。いちいち顔でね、僕なんか本気でロッテファンですから、試合前インタビューさせて、だって正木とか羊羹も持って行ってるし、あのそうだよね、小畑さんの、うん、その時もあれ写真持って行ってくれ てでその後に、うん、あのライオンズナイターの、うん、あのインタビューの時に、うん、あの一番新しい今のポスターあるじゃないですか、うん、ヤルマンの、それも持って行って、うん、うわこれまたすごいですねとか、だから本当顔見れば絶対分かるはず、分かるそうですよね、うん、その話ありましたよね、ただねゲーム前に、うん、あんまりおちゃらけた話とか僕らさやっぱ入っていけないじゃないですか。それはそうだよ。それでもね、川野です川野です名乗ったりあんまりじゃ、うん、それはそうだ、ね、友達の世代が違いますからね今、うん、若いやつらと、うん、僕は友達みんな引退しちゃってますから、もう僕も40ですから。そうか、そうなんですよ。若い選手は意外にこうプライベートのお付き合いがないんですよ。そっちも結婚しちゃってます。時代より後輩になるんですね。川野ちゃんも考えてみたらもう40回41ですからもう1回も、もう間もなく役だよ。もう今役最中だ。最中ですよ。そうですね、でも渡辺俊介投手は、川野ちゃんの質問に答えて、好きなおにぎりの具は焼きたらこだとおっしゃってましたね。ああ本当ですか。はい、あそれはいい情報。それ聞きたかったの？え？それ本当に聞きたかったの？いやなんか聞きたくないですか？手作りの。あんまおにぎりの具は何が食うかはあまりどうでもいいんだけど。ええその話からその話をしておけば、うん、選手って試合前にどんなものを食べてるんだとか、その どういうホームの時は過ごし方をしてるかとか、テレミさんと大松さんがまたいつものようにうまいことを広げてくれるかなっていう、あ、まあ一つのね、まあステップですよ。まあなんかおにぎりのネタがあった時はあれだよね、あきっとたらこだなって思うもんね、なんか食べたとか言えばね。でも焼きたらこね、そうだね、僕さあ今日はね、はい、彼女はあのお助けマンだから。え、お助けマン見てるんですか、隠しマイクで。うん、あの彼女はいきなり聞くけど、はい、彼女にとってのアイドルっていうと誰なの。僕ですか。うん、僕はね、思い切り言ってくれる。あ、これ今まで聞いたことなかったな。あ、言ったことないかもしれないですけど、僕はですね、うん、高田瑞恵さんでしたね。意外だね。いや驚いたな。ちょっと待って、その高田瑞恵さんは、まあ、あの昔の若島津の奥さんだけどさ、現在は、ガラス坂、ガラス坂だけど、どういうとこが好きだったの。高田瑞恵さん、でもあのやっぱりこう純朴で、うん、控えめな感じが好きなんですよ。あ、デシャバリ大好き、大嫌いですから。え、デシャバリは大嫌いですから。デシャバリね、なんかおばたになんか嫌味言ってんの。え、おばたに嫌味言ってんの。え、私はデシャバリではありません。そうですよ、く喋るだけです。陰でデシャバリおまさとか言ってなかった。いや僕言ってませんよ。そう、もしそう聞こえたらごめんなさい。おいおい、なんだよそれ。いやまあまあとにかくじゃあ高田瑞恵ちゃんね。高田瑞恵さん好きでしたね。まあ今あの若いさ、アイドルがいろいろ盛り上がってるんだけど、この時代、はい、この時代でね、
メガネアイドルの時戸亜美ちゃんとかさ、それから秋元康さんプロデュースのアイドルプロジェクトの、あの秋葉48、秋葉48、なんか48の40を伸ばさないようにしてくれとか、俺この間なんかの時注意されちゃった。秋葉48って言っちゃいけない、48、うん、らしいね、秋葉48、うん、でもあの加熱ぶりはすごいですよね。秋葉原でもアイドル熱はすげえんだけど、秋葉48さんは、うん、あの何人いらっしゃるんですか。いや48いるんじゃないの。本当にいるんですか。そんなそうだと思うよ。出なきゃ意味ねえじゃんこの48が。あ、そうなんだ、うん、そういう熱い気持ちをね、今日は川野ちゃんに感じてもらおうってことで、僕がズバリね、アイドル大好きっ子を演じてもらうから。アイドル大好きっ子、うん、ね、はい、であのまず小道具が入ってる紙袋を受け取ってくれるかな。あ、なんか今来ました、うん、来ました。はい、これ、なんだこれ、いろいろ入ってるから。で、あの川野ちゃんが好きなアイドルの女の子をね、はい、いや高田瑞恵さんって聞いて、じゃあ水ちゃんじゃ困るから、水ちゃんじゃアイドルっぽくないから、愛ちゃんにしてくれるかな、今日は。あ、愛ちゃん、愛ちゃん、あ、それなんか分かりやすいです。愛ちゃん、愛ちゃん、ね、で、まずね、紙袋の中からね、アイドル写真集取り出してくれる。え、ちょっと待ってください。アイドル写真集、うわ、なんか白いのが入って、うん、はい、入ってでしょ。でね、そのアイドル写真集を広げて、じっくり眺めながらこれから喫茶店に入ってくれればいいから。え、歩い眺めながら歩くんですね。そんな知るよ。もうだってアイドル大好きっ子だから。大好きっ子ってこともないけどさ。歩き読みのまんまですか。歩き読みのまんま。気をつけてね、人にぶつかったりしないように。ね、え、じゃあ、ゴー。ちょっと誰の。アイちゃん。アイちゃん。アイちゃん。あ、まあ、愛ちゃんって言った時には高田みずえさん頭に浮かべていいから、思いっきり高田みずえさんのセクシーポーズとかいろいろ考えながら。いや、もうそっちイメージするよりもうこの現物のセクシーポーズで十分ですよ。でも高田みずえさんって意外だった、川野ちゃんが。いやいや、好きでしたね。僕らのちっちゃい頃スーパーカーブームで、ちょうどあれ、ね、高田みずえさん そのガラス坂の頃、川野ちゃんは高校生ぐらいなの。いやいや、また小学校。え、小学校かよ。俺ゲストに迎えてたよ。いやいやだからね、あの学校の持ってく下敷きに、小学生かよ、41、スーパーカー のランボルギーニイオタと、その裏に高田みずえさんを入れてました。俺川野ちゃんと14歳違うんだろうな。じゃあちょっと行ってみましょう。あ、美味しいな。ブツブツ言ってますね。なんか計算合わないような気がするんだけど、階段登るんだ。あ、それでさ、一応ね、はい、うん、おー、すごいセクシーまあ、興奮しそうですね。席ついてからまた指示があるからね。黒いの着てるぞこれ。あ、いて、どうしたんだろう。いや、紙袋にそのめちゃいました。大丈夫。いや、大丈夫。いや、歩きづらいんです。それは歩きづらいな。あ、いて、いて、はい、うん、まだ中じゃねえの。これか、入りました、入りました。今座りました。あ、座るの、はい、注文すっからね。注文でアイドル写真集広げながら写真に向かって、はい、愛ちゃんは何がいいと思うってご相談しながら注文。いきなり来ますね。あのアイドルの曲のタイトルっぽく、ときめきのクリームソーダでイエーイください。え、ね、で注文する。ときめきのクリームソーダでイエーイくださいって注文して、でストロー2本も。いい、大丈夫でしょ別に。でも愛ちゃんは何がいいと思うって相談するの、写真に向かって。そうだよ、はい、注文。愛ちゃんは何がいいかな。愛ちゃんは何がいいかな。ときめきのクリームソーダでイエイください。ときめきのクリームソーダでイエイ。はい、すいません。従業員の方ほとんどおしゃべりになったそうですね。いるのかいないのか分かんないんだけど、でも完全に伝わったでしょ。はい、ね、じゃあね、あのどんなにそのアイドルのことが好きなのか、ちょっと告白タイムだね。告白、うん、今いつもやるようにその場であの、うん、あのわざとらしくなく立ち上がってね、僕愛ちゃんのことが大好きです、だって可愛くて元気が良くてっていう具合に、相手がどんなに好きかね、ちょっと大きい声で言ってくれるかな。え、女の人なの。女の人、女の人なの。あ、なんかね、だからだね、女の人怖いよね、きっとね。怖いっていうかね、うん、ちょっとね、うん、バカにしたような目で、あ、目で、あのちょっとまんじりと笑いましたね。あ、そう、笑ってたの。笑いかけて、うん、自分で口元をキュッと締め直しました。多分ね、向こう行って報告してると思うよね、うん、変な客よとかなんか言ってんだよ。僕愛ちゃんのことが大好きです、だって可愛くて元気が良くてとってもセクシーなんだもん、何でもいいや。
でもそこなんか静かですよね。静かね。立ち上がりにくそうです。はい。僕愛ちゃんのことが大好きです。あのだってね、可愛くてあのいや癒されるみたいな感じです。イエイ。オッケーオッケーね。さあさあいい感じだね。あの紙袋の中にねポータブル CD プレイヤーも入ってんだよ。ポータブル CD プレイヤーね。でそこにはねもちろんあのそのアイドルの CD も入ってるから、はい、イヤホンをこう耳にセットしてであのちょっとプレイさせてスタートしてねで一緒にあの軽くこう鼻歌感じであの歌ってくれるかな。何の CD が入ってたの俺ちょっと分かんねえんだけどな。分からないですね。高田みずの入ってたら面白かったね。前もっと聴いといてね。今時ガラス坂歌ってもらったら相当いいよ。あかわでも、うん、そんなひろしに騙されててもいいし、中の CD と関係なくガラス坂を川野ちゃん歌うのはどうですか。歌ってもいいよ、ね、CD 一応聴いてみますか、うん、ちょっとねこれかスイッチこれ、うん結構賑やかになってる。これかな？周りが。何？会いたかった会いたかった会いたかった。いや、Yes。安倍夏実さんの。ああ、安倍夏実さんのナッチかい。あ、違います。違うの？あ、違うみたいです。ごめんね。ほら、高田水で立ってんじゃないかよ、ちゃんと。そうですね。その前の会いたかった、会いたかったって何でしょう。わかんねえよ。会いたかった、会いたかった、イエス。ちょっとね、コンサート行きたくなってきたから、感じが。その場をね、コンサート会場だと思ってね、盛り上がろうかな。そのまま、こう、今の高田水の方でも会いたかったでもいいから、歌いながら、L-O-V-E、ラブリー、愛ちゃん、イエーって叫んで、いやいや大きめの声で、ちょっと軽く拍手。ね。それは目立ち。すいませんかね。目立ちすみませんか。何だろうそれ。それであの、うん、体をね、うん、あの180度右に左に揺するんですよね。知らないよ。この前時戸上さんの、うん、あのライブの時もそうでしたよ。ああそうです、うん。ディレクターの加藤もそうやってたらしいからな自分もな。L O V E ラブリーアイキーイエーイ。会いたかった会いたかった会いたかった。Yes ラブLove, love, L-O-V-E Lovely, I can Yay! Yeah! 拍手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 いやいいねいい感じきついそのきつい見てる誰かやっぱり会話が止まる感じの人が、うん、じゃあさあのこの可愛さをやっぱ誰か一人でも多くの人に知ってもらいたいからあのお冷やをさおかわりえまだお水あるそん中はいありますけどあるねじゃあそれちょっと飲んじゃって、うん、で、まだね、あのお冷やのおかわり頼む感じでまた店員さんを呼ぶんだけど、はい、であのこの子可愛いっすよねって一応店員さん来てくれたら言ってくれる、はい、同意を求めるで店員さん呼ぶ時はペンライトをこう振って呼んでくれるからペンライト でもちろん上げてねえ電気つくでしょ紙袋の中に入ってるんですか中に入ってるからクリームソーダも来ないんだなあじゃあもうお水飲んじゃったらお冷やもらおうよ大丈夫だよでこの子可愛いっすよねこれねちょっとクリームソーダ遅いね遅いですね遅いじゃんなもうちょっとクリソーちょっとね何よいろいろ子供が入ってんなこれうんペンライトあるでしょあるでしょ電気つくそれ、うん、なんかね、うん、段取りと小道具が多くてもあのペンライトを出すにもね手間がかかっちゃうよねさっきのね、うん、あの CD プレイヤーの邪魔なんだコードとかにねあ邪魔なんだよねしかもね、うん、こんなに店で動揺してるやついないっていうぐらいこんがらがってありえ日常ではありえないようなこんがらがり方なんでしょそう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 そこねちょっと直すいとまもないなんで、うん、ちょっとお水を、うん、そうそうお水飲んじゃってねそうそうそうああやっぱいい音立てんね
それであのペンライトを振って読んでね、であの写真集のこの子可愛いですよねと、これで OK だ、お部屋いただけます。あ、クリームソーダ。あ、来たんだ。来た。あ、来た来た来た。お、いや、これいい、チャ、いいチャンス。この子可愛いですよね。そうですね。あ、あ、秋葉48。あの、40の T は伸ばさない。48。いやいやいや、僕も最近覚えたばっかりなんですけど、なんかこだわりがあるみたいで、48。いい感じだ。可愛いですよ、ね。和んで和んで。いい感じ。最近ちょっと。押してます。いただきます、クリームソーダ。はい。いいじゃん、いいじゃん。よっしゃ。あ、秋葉じゃなくて AKB らしいよ。ごめんね、いいじゃん。別にいいよ、別にそんなの。本物じゃないんだから。AKB48。AKB48。でも48の T は伸ばさないで、本当に。48。もう、秋葉っつっちゃった時点でダメですよ、そこは。いや、いいんじゃないの、別に AKB だね。これで離婚になったね、また。もう離婚になりましたけど、ものすごい恥かきました、その前に。大丈夫だよ。じゃあね、これもらって帰ってきて、最後にあのまだクリームソーダいただいてるだけでしょ、 今いただいてますね。じゃあ最後にお会計で領収書に「愛ちゃんへ」でハートマークであの領収書もらって帰ってきてね。そうしないと落ちないらしいから、あの制作費で、あと自腹になっちゃうんですか。そうしないと自腹になっちゃうからね。じゃあカヌちゃんありがとうね。 AKB48 だからね。それじゃあね、伸ばさないし、伸ばさない AKB です、それじゃあね、どうも。